さん、はじめまして、春の小鳥です。大里高校1年生、札幌生まれの札幌育ちです。趣味はお料理。っていうか、うちのお母さんがそういうの全然ダメで、代わりに私が家事全般やってるうちにだんだん好きになっちゃったって感じかな。でも好きになるってすっごく素敵なことだと思いませんか？普通の人が辛くてできないようなことでも、それを好きな人なら簡単にできちゃうし。だから私もっともっといろんなことを好きになりたいなって思うんです。あなたは今何が好きですか？どんなことに熱中してますか？私たちは今鍛えっていうゲームのお仕事をしています。一生懸命頑張りますので、楽しみに待っててくださいね。春の小鳥でした。はじめまして、相田めぐみ、中学3年生です。それと一緒にいるのが猫のクロちゃんです。ほらクロちゃん、クロちゃん。両親が美瑛で牧場をやっていて、私も毎日手伝ってます。牛ってすっごく可愛いんですよ。あと絞りたてのミルク、スーパーで売ってる牛乳とは味が全然違うんです。一度飲みに来てくださいね。私小学校まで東京にいたんですけど、お父さんが脱サラしてこっちに来ました。美瑛ってすっごくいいところですよ。春は一面に花が咲いて、夏もカラッと涼しくて、あと星がすごく綺麗なんです。それと、あ、クロちゃんどこ行くの？そっち行っちゃダメ。あー、マイク！ごめんなさい。里中小杖、大里高校の2年生です。趣味はパソコン。あとアニメはビデオとレーザーで棚3つ分あります。最近ハマってるのはやっぱりネットかな。夜通しチャットしてる日もあります。ちょっと前に間違いメールから恋が始まるっていうドラマをテレビでやってたけど、今のところそういう素敵な出会いはありません。エッチな写真を送りつけてくる変態ならいたけどね。絵が好きで同人なんかもやってます。コスプレは自分で作ってます。ゲームも大好きなんで、そういう人たちともっともっとお話ししたいです。そんな感じで、そろそろ落ちます。つらい。あゆです。はじめまして、大里高校1年生、川原あゆ。小鳥とは親友です。実家はすすきののお寿司屋さんで沢戸って言います。趣味はカラオケ、もうハマってます。一人で行くのはちょっと暗いから、いつも小鳥を誘って盛り上がってます。昭和初期の歌から今週のベスト10まで何でもいけちゃいます。あと最近ギターを弾いてます。将来はミュージシャンになりたいです。学校では小鳥と同じテニス部です。こんな感じかな。なんか緊張しちゃう、こういうのって。スタジオの雰囲気が固いっていうか、知らないおじさんたちたくさん来てるしな。やば、マイクのスイッチ入ってた。